どれどれ1 0ミニッツ t ラブリーズの宮崎りおです。八木崎です。このどれどれ1 0ミニッツは本編の収録後すぐの10分間をお届けする番組です。はい さということでラブリーズちょっと早めの夏休みということで二人で二人きりで東京旅行に行ってまいりました。できましたなんか結構休みあったから旅行行こうってなってね。そうそうそう。なんか最初韓国もいいなって言っとったけどまあ東京行こうかみたいな。そうそうなんか東京にやっぱお友達もね。せやんね。行ってたりするから会いたいねなんかなかなかお仕事で行ってたら会えなかったりするから。 ちょっと友達にそう東京行ってきたんですよ、うん、うでもさこう2人で旅行行こうって言って東京選ぶのなかなか田舎っぺーよな <laughs> い,やいやし2人で旅行行くっていうのもなかなかよ<笑><笑>ガチでさ2人でホテル取って新幹線取ってもう誰に話しても「え二2人で行った、うん?」とか「東京に行ってもえ二2人で来たん? <laughs> <laughs>」みたいな「え仕事とかじゃなくて?」そう言われるよねほんまああれよね まあやりたいこととかを書いといてしおりとか作って書いといてでほんまにそれを全部実行して全部実行したサンリオピューロランドにも行ったしお願いしてすサンリオピューロランド見にくいなサンリオピューロランドとあとモーコタンメン食べに行ってモーコタンメン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 中本ね行ったりとかあとはその 元「ポップアップの,、うん、あのメンバーの子たちと遊んだりとかいろいろしてね、うん、であと原宿と渋谷にも行けたしねそうめっちゃ楽しかったんけどあとあれだね宮崎ゆかちゃんにもあったあそうやん1日目に もうそれもジュースジュュススなんならまずゆかちゃんに会いたいってなってゆかちゃんにすぐ連絡したら「この人この日やったら行ける」って言ってたから約束してカフェ行ってねなんかさ渋谷でさ渋谷ってもう人いっぱいやんか <laughs> ほんでさ見つけられるんかなって言ってたけどさ、うん ゆかちゃんさ、やっぱオーラ放ってたよね。すぐ見つけたもん。顔刺さないですかって言ってな。いや、嬉しかった。ほんで、ご飯食べてな。おしゃれなカフェやったな。おしゃれなカフェいいな。ってやつ。なんかさっきのさ、注文全然声通らんかった。なんかね、あのさきぴんが、あのカフェオレとかなんかパスタとか頼むんやけど、全部店員さんがえみたいな。あのアラビアタってどんな味ですか。え、え、なんですかってで、あとあじゃカフェ。 最終的にもう店員さんずっともう半笑いう半笑い、うん、いやってたんだ「こっちが半笑いやん」と <laughs> 思って、うん、東京の人と会わんのかもしれない <laughs> とか、うん、あとまあそのサンリオピューロランドでは、うん、あの耳をね 耳耳飼ってさあカチューシャねあカチューシャ、うん、<laughs> カチューシャつけてもう普通に楽しいんだよね普通に楽しいんだ私サンリオ大好きやからささっきも大好きなんかもう夢の国って感じ、うん、もう最高涼しかったでった夜は2人であのホテルとっとったんやけど <laughs> あの なんていうのミニキッチンがついてるところで2人ででなんかその時さサンリオピューロランドでちょっと遅めのお昼やったからさお腹そんな空いてなくそて晩ごはんか食べに行くほどでもないねって言って「作るみたいせっかくキッチンもあるし」みたいな感じで近くのスーパーに行ってなんかお酒を買いまずそそそううう2人でじゃあもう飲むみたいなお酒をないろん種類買って。 これ東京ですからね <laughs> これ東京ね買って2二人であのあれカード押してなお刺身とか、うん、それこそあのキッチンで作れるような冷凍餃子買って、うん、餃子あれ,あれさツイッター さっきぴょんが書いてたけどリオが作ったみたいになってたけどさホテルで餃子包むかいなと思ってさ冷凍やからなんか私がリータンさんが餃子焼いてくれましたよってブログに写真載せたんですよしたらまあすごい綺麗に綺麗な焼き加減で羽根つきのねキラキラとしたこう餃子の写真やったからみんなはリータンさんが包んで羽根まで作ったんやみたいになっていてやばくないリオ ホテルでそれするってもうやばいよさすがでもなんかいいことやからハキはそういう風にしといたよあれ冷凍餃子ですって言わんかったよかったの言って恥ずかしいからなんか逆に違うのにとかいろいろ買ってねそうそうでホテル戻って2人でラブリーズ T シャツに着替えてそう食べたねやばいよねその時もねあのバラエティ見てたんですよバラエティ見てたバラエティ番組 リータさんはさんまさんを見ながらやめてやめてやっぱおもろいなみたいなやっぱすごいなみたいなでもいいよん別にいやんかすごいなんて見方が違うかったテレビの見方が違うかそんなん言ったらねあのねさきぴょんがあのさんまさんがゲストで出てた人を見て「あさんまさんこれハマってんなって言ってたから恥ずかしい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  二人とも味方がちゃうよねこれハマっ…なぁさんまさんにハマっんのハマってんなぁよなハマってるなこの人とかななんかね上からななんか言いながら食べてないや気づいた寝てたしな寝てたね楽しかったんやけどはいいいめっちゃショックなことあってあったなもう泣いたよねあの帰りねうんプラッとこだまっていうあのまあちょっと安くなるそうなんか ツアーっていうかそれで帰ったんよね2人で新幹線であの1万円で帰ってこれるってあるんですよでまそれのでま1万円やからでプラス2,000したらグリーン車になるんですよ1,000円かプラス1,000円かでそれやったらさこだまやからまあ4時間ぐらい乗らなあかんしちょっとグリーンにしようか言うてなちょっと乗って帰ってきて帰ってきて。 リーさんそのままお仕事やったからじゃあまた明日ね頑張ってねバイバイってしてさっきが改札向かおうとしたら切符忘れたと思ってふラッとこだまの切符って普通の新幹線の切符じゃなくってもうあのコンサートのチケットぐらいのあそうやきさのやつなんですけども紙ないや紙もうペラっとした紙であれってなくしたと思ってでそのままねすぐ新幹線に戻ったらよかったんやけど 駅員さんのとこまで行って新幹線の切符なくしちゃいましたって言ったら生産所に行ってくださいって言われたので分からんけど生産所っていうところに行って何やしててね手元身元確認してくださいって言われて身元じゃない何て言うの身元あのまあ荷物とかね身の回りを確認して身の回り身の回りを確認してくださいって言われて確認したんけどなくってまあないよなうんそしたらね 1万9,000円払わされまして <laughs> 普通のグリーン車乗れるんじゃなくてそれさもうねめっちゃ汗かいた<ー>これあのないんでもう払ってもらうのなダメですって言われてあいや1万2,000円ですか何かねってってちょうど私その時携帯の電波がなくってさきぴょん,んか,サキピンから一気にドアッってライ,、うん、ラインが来てね 電話通不在着信とてどうしようと思ってリターさんに言なと思って LINE しててんけどで「1万2000円ですか?」って言ってもうもう時々で「いや割引きかないんでこの値段ですね」一万1千8,920円まいたら1万9,000円払ってください」って言われて「えっ?」ってなって「えこれって払わなモデれないんですか?」みたいな「あそうですね」みたいな「っ?」みたいなどうしようって思ってめっちゃ汗かくしてでもさここで泣いちゃったら駅員さんも困っちゃうやん。 でまあ額が額なので、うん、もうちょっと調べてもらってもいいですよみたいな身の回りでも絶対ないの分かってんねんどこ入れたか覚えてんねんどこにあの言うたら座席の前の、うん、なんか網みたいなところに入れてるのを覚えてんねんででもそうさ調べてもらってもないわけ 1>, <laughs> 多分1万9,000払っていまだに帰ってきてないっていうう <laughs> でもねねさんこ、ね、これ、ね、あのー、こういう ことがあったっていうラインが来て、うん、あの言ってたのが「もうこれはどっかで話すしかない」<laughs> <laughs> でもな職業不やでもそう、うん、そやねんこれどっかの MC ネタにしよう」ってパッって思ってて、うん、その「1万9,000払ってください」って言われやでも「<laughs> えっ最悪や!」<laughs> <laughs> <laughs> そっっちちにはちょっと額が大きいな,きいな、ね、MC ネタにするには値段が高すぎんねん。うん、で今も帰ってきてないからでも「帰ってきたんです」やったらさ「ははは,は」やけどさ、うん、まだ帰ってきてないくって。残念 が見つかればお金返ってくるらしいねちょっと手数料取られるけどでもう見つからへんでしょだってもう1週間経ったほんまにちゃんと探してくれたんかなと思ってそれはちょっとここで言われたらなんて反応したらいいか分からんけどさもうめっちゃショックでだってさ1万9,000円あったらさなんか買えるやん服でも全然買えるよなったらさプラットこだまじゃなくて普通ののぞみのグリーンで買えれるぐらいやんさっき言ったな言ったなということで見つけた人はラブリーズの見つけた人はじゃなくお願いします いやでもその、ね、めっちゃでも気をつけなあかんなとは思ってホンに絶対気をつけてく、うん、れるってことじゃないですからね、うん、こういうのってこれからほんまに気をつけるって思った、うん、ここからだって東京遠征多いから多いからね、うん、気をつけましょう さあということでこの「どれどれテミニッツは毎週水曜日の夜にアップされますのでお楽しみに <laughs> 毎週土曜日夜7時20分から放送の「どれどれラブリーズも聞いてください最新の放送はラジコで「どれどれ」で検索してください、はい、ということで、まあ、こう東京のお話もねまだまだそうねそうまだまだあるから、ね、まだまだあるよさ、はいろいろやらかしてるからお話ししていきたいなと思いますので <laughs>、はい、また次回もお楽しみに、はい、それではバイバイ